私は急降下爆撃機の操縦手でした。下に250キロの爆弾を積んでいましたので、離陸の時はとても危険でした。昭和20年、私はフィリピンへ出兵していました。フィリピンへ着くとすぐにマッカーサーの軍がマニラに向かったという暗号信号を受けました。我々は危険を避けるため、盗んだ馬車に荷物を乗せて5号線沿いにルソン島をどんどん北上しました。行軍は夜間のみで、昼間はほとんど木陰やサトウキビ畑や河川上で隠れていました。そうして450キロの道のりを1ヶ月かけてサンチャゴへ行きました。昭和20年8月9日、私は長崎市立稲佐国民学校の4年生でした。女学校に入学した私は英語部に入っていました。ところが3年になってから英語が廃止になりました。英語を絶対に使うことはならないとなったんです。例えばマリオボールなんて言ったらその場で叩かれるという感じです。スプーンとかそういうちょっとした英語も絶対に使えなくなってきたんです。日露戦争の歌で水死鋭の会見っていう歌があるんですが、それを私たちはただ何も知らずに口ずさんでいたという感じでした。先生は足りなくなり、担任のいなくなった私の学級は数人ずつの班に分けられ、よその学級に入れられて学習することになりました。自分たちの先生がいないため、毎朝のようによその教室に行って学習するので、少し肩身の狭い気持ちで嬉しくありませんでした。女学校なものですから、兵隊さんの破れた服がどんどん送られてきて、それを全部修理してくださいと言われました。それに明け暮れていました。それから千人針です。晒しに木綿針で線の点を作っていくんです。それを巻くと必ず鉄砲の弾が避けるということで、各町内や学校にも回ってきました。また、トラは千里を走っても帰ってくるという風習があるので、戦地に行っても必ず無事に帰ってくるようにと、虎年の14歳の子もずっと14個ずつ針を通したりしていました。そんな風にもう勉強どころじゃなくなってしまいました。日本のため、お国のために我慢し、耐えて生きていくことを誇りとしていました。コタバルへ船で行きました。私たちは一番大きい1万トンの船に乗りました。船には軍事物資、戦いに使う道具を積んでました。私がちょうど甲板の上に見張りに出た時でした。そしたら、デーンと言って、後ろの船がやられてしまいました。これは我々が乗ってる船がやられたら海の中に落とされてしまうと思っていましたが、ちょうど後ろの船だけに当たって、あの時は戦死者は出ませんでした。日常生活の物資が不足してくる中で、学用品も乏しくなり、鉛筆は補助軸を足してギリギリまで使い、消しゴムがなくなると指に唾を捨ててこすって消していました。運動靴は学級に何足分かが割り当てられ、くじ引きで購入切符が配られました。私は1年生の時にも当たらず、2年生の時にも当たらず、もう運動靴はボロボロに破れて下駄を履いて通学していました。3年生になってやっとくじが当たりました。2年生からは午後の授業があるので弁当持参でしたが、ご飯の真ん中に梅干しを一つ入れた日の丸弁当を持っていくと先生に褒められたことを覚えています。サンチャゴに着くと、第4航空軍司令官の富永中将が幹部を連れてエチャーゲ南飛行場から台湾へ逃亡したと知らされました。残った私たち兵隊は幽霊部隊となりました。上官は、お前たちは幽霊部隊だと言われていました。いつの日か必ず神風が吹いて戦勝に勝利すると信じていたのです。隣組では防空演習でバテツリレーの訓練があり、どの家にも軒下にはバテツや竹槍が吊るしてありました。アメリカのルーズベルト大統領と中国の蒋介石の藁人形ができました。私たちが竹槍を持って10メートルくらい離れて、
自分の着きたいところを着くという訓練が始まりました。薙刀の時間もありました。しかしふと向こうにはピストルがあるのではないか、私たちの前に来てじっと立ってる人はいないんじゃないかなと思いましたが、口に出しては言わなかったです。もうはいはいとしか言わない世の中でしたから。20人くらいで並んでバケツリレーをして校舎に水をかける訓練もやりました。私は20人目になったことがありますが、水がブリキのバケツに3分の1も入っていませんでした。結局こぼれて無駄だったんです。これが戦争なのかななんて思いました。近くのバレテ峠では激しい戦闘が行われていました。峠の部隊へ供給する食料を確保するため、シラウイという部落で農家からもみを盗んでいました。それを牛車に乗せ夜にバレテ峠まで運んでいました。それほどしてもだいたい半月も持ちませんでした。夜は灯火管制の中、枕元に揃えた衣服、防空巾、カバン、靴を真っ暗の中手探りで慌ただしく身につけて、また闇の中の道を防空壕へと走りました。そしてタイの国に入りました。記者の兵隊がタイの国はちょっと日本との関係が悪いから、夜寝るときは必ず鉄砲に弾を込めて寝なければならないと言いました。保証に何人か出ました。私も保証に出ました。こんなところで夜中に鉄砲を撃たれたら一発で終わるかと思いましたが、そういうのはありませんでした。我々の中隊は小銃が3人に対して1丁ぐらいしかないという感じでした。アメリカ軍は峠の西側の開けた土地に何十頭もの爆車を立てて、朝になるとそこから出て戦闘を始めるといった具合でしたが、本部から戻ってきた将校にその爆車を爆破しろという命令を受けました。そして敵弾を各自6個ずつ持たされ、山道を案内されてアメリカ軍の爆車まで行きました。200メーターぐらいまで近づいて、これはうまくいくなと思っていましたが、いざ投げ入れる準備となった時に照明弾がブワーッと上がりました。何百発という照明弾でしたから、周りはまるでお昼と同じように明るくなりました。同時に三方からバラ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 と機銃を放たれました。歩幅前進で逃げて帰りましたが、半分は結局死んでしまいました。油が雨の降るように撒かれ、次に焼夷弾が落とされ、被害が一層大きくなることもたびたびありました。もう狙われるのは軍隊や軍事施設だけでなく、子供や女性、老人を含めた全ての日本人だったのです。戦争がますます激しくなってきて、もう勉強は続けられなくなってしまいました。ちょっと離れたところに谷山というところがあって、そこに軍需工場がありました。私たちはそこに飛行機の翼を作りに行くことになりました。半ば強制的なものでした。朝の5時半に起きて、主に飛行機の翼にドリルで穴を開けて鋲を打ち込むという作業でした。しかし私たち素人がすることですから、鋲が横に入ってしまったり、果たして立派な飛行機ができたかは疑問です。ドリルで翼に穴を開けるのではなく、自分の指に穴を開けてしまった人も何人かいました。お昼ご飯にさつまいもが一つ出ましたが、それが私たちの報酬でした。そんな毎日に飽きくれて、とうとう昭和19年の3月に卒業したんです。飛行機は3000メートル上がらなくてはならなくて、そんな高い空飛んだことなかった私は大丈夫かなと思いましたが、後ろから教員が教えてくれましたので、その通りにして飛ぶことができました。大事なのは急降下して爆弾を落とす練習で、地面に書かれた直径50メートルの円に落とさなくてはいけません。地上では広いなと思いますが、3000メートル上がると鉛筆の芯ぐらいにしか見えないんです。よそ見してるとどこにあるかわからなくなってしまうんです。それから750メーターか600メーターくらいまでの高さまで急降下しなければなりません。自分で高度計を見ながら750メーターくらいになったら爆弾を落とすようにしました。模擬爆弾を積んで落としても目が慣れないからどこに落ちたかわかりませんでした。それには困りました。就職はどこにしようかということになり、私は佐世保海軍経理部鹿児島支部という軍人さんの
お給料とかを出すような経理の部署に入りました。そこで給料の計算をする係をしていました。今いるところは危険だから、とにかく疎開しようということが家で決まりました。疎開先に空いてる土地があるということで、父は退職金を全部投げ出して軍需工場を建てました。父はどうしてもお国のために尽くしたいからと言っていました。そういうことで私は真っ先に海軍経理部鹿児島支部での仕事を辞めました。次の勤め先を探していると銀行があるというので、その銀行に勤めるようになったんです。行ってみると驚いたことに、若い男の人は誰もいませんでした。それでも一生懸命銀行を守っていこうと言って、みんなで頑張ってやっていました。夏のことです。晴れた青空とセミの鳴き声がいっぱいの朝でした。警報が解除され、明るい気持ちでした。雑誌を借りて縁側に腰掛けて読んでいる時でした。突然飛行機が急降下するような轟音と、辺り一帯を叩きつける凄まじい音がしました。はっと目を上げると、裏山の大きな大きな杉の木の向こう全体がパーッと激しく光りました。強烈な光でした。何か大変なことが起こったと思った私は、立ち上がって光と反対側の玄関の方へと走りました。でも行き着かないうちに、轟音と強い風に追いかけられ、爆風の嵐につかまり、その場に叩きつけられました。息を止めて風の圧力に必死に耐えました。どのくらいの時間が過ぎたのか分かりませんが、物音が止んだようなので起き上がろうとしました。私は落ちてきた壁や屋根瓦、崩れた塀、天井板、その他重たいものなどに埋もれていましたが、あたりには助けてくれる人はいません。やっと隙間から這い出して自分の家に裸足で駆け戻りました。疎開先は田舎だったので、バカにされていて、米軍の飛行機は素通りして福岡や小倉、八幡といったあたりに行っていました。ある日 B-29 という飛行機が上空に現れて、空襲警報が鳴ったんです。その時はちょうど食堂で食事をしていました。ああ、また飛んでるよ、空襲警報鳴ってるけど大丈夫よね、素通りよね、と言っていたら、一機が急降下するのが見えました。急降下したって誰かが言うと、すぐに何かドンと落ちたような音がしました。気の早い人と足が早い人はバタバタと外の防空壕へ入りました。危ない、外には出られない、と言って、かえって外ではなく建物の奥の方、真ん中の方へ逃げました。逃げて、伏せて伏せて、と上から10人くらいが伏せました。何なのかわからない音が聞こえて、突然真っ暗になりました。本当に近所に落ちたんです。飛行機が去る音がしたので、みんな起きてキョロキョロしていると、爆風で下駄箱の靴が吹き飛んでいるんです。周りはすすけて真っ暗で、何もかもが倒れてるけど、みんな無事でした。どこからか飛んできたガラスの破片も腕にいっぱいついていました。もうこれは大変だと思いました。私の家は爆風のために全壊しました。家には母と幼い妹がいるはずでした。入り口から母を大声で呼びました。返事はありましたが、近寄ると屋根も天井も落ち、壁とともに大きな食器棚が食器ごと倒れ、下敷きになった母は出られず、抱いていた妹を私の方へ差し出そうとしました。隙間からやっと引き出した妹の背中には、割れた食器で切れたのか、木の葉の形をした傷がぱっくりと口を開けていました。私はそれを見た時、どんなことがあっても妹を必ず助けなければならないと自分の心に言い聞かせました。受け取った妹を背負って山の中腹にある防空壕へ裸足のまま走り始めました。狭い道路には爆風で飛ばされたものや瓦などが窓の高さまで積み重なって盛り上がり、熱したフライパンの底のように焼けていました。妹を背負っている私は、一歩一歩足元に気をつけながら一生懸命走りました。
走っていると急にポトポトポトっと音を立てて、黒い大粒の雨がまるで夕立の降り始めのように辺り一帯に降ってきました。足元の厚く焼けた瓦に黒い点々を描く中を、妹の傷の手当てを早くしなければならないという思いでいっぱいになりながら、私は黒い雨に濡れて必死になって防空壕へ走りました。黒い雨はいつしか止みました。じりじりと照りつける真夏の太陽を、怪我をした背中に受ける妹に、私は走りながら、背中が痛い？と聞きました。妹は、いいや暑い、と答えました。どんなに痛かったことだろうと、今でも思い出すたびに私の心は痛みます。芋畑の横を通り過ぎるとき、いつものように畑で働いていた近所のおばあさんに出会いました。おばあさんの髪の毛がじりじりと焼け縮れて、頭や顔にこびりつき、体から焼けたボロ切れのようなものがぶら下がったままの姿で、畑の真ん中で動けずに桑にもたれるように立っておられるのを見ました。あれは焼けたおばあさんの皮膚だったのだと後で知りました。私には B-29 の機銃掃射のダダダダダというのと、アメリカ兵のニヤッと笑う顔が見えたんです。色が白くて、こんな人がアメリカ人なんだと思いました。外へ逃げた人たちは無事なのだろうかと思って、私も外へ出ました。すると川田さんという方が庭の向こうから来たんです。破片か何かが当たってしまったらしく、胸が血だらけなんです。俺は大したことないけど、どうも防空壕の中で死んでるのがいると言ったんです。え、嘘と言って走っていったら、山口さんという方が見当たらないんです。先に防空壕へ入った二人は無事でしたが、山口さんは一番最後に中に入ろうとして階段の二段目で頭を打たれたらしく、頭がないんです。階段の下に倒れているけど、首から下があって頭がないんです。顔がどこかに飛んだのかなとみんなが言ったんですが、どこにもなくて、頭の髪の毛の5センチくらいの部分が点々と防空壕の壁に張り付いているんです。頭は完全に吹き飛んでしまったんです。首から出たのかすごい血でした。みんな泣き叫ぶというよりも、もう呆然となっていました。どうしたらいいの、どうしたらいいのと言っていたら、男の人たちが毛布にくるんで、とにかく病院に連れて行こうと銀行の前の歯医者さんに運び込みました。とにかく治療をと言っても方法がないんです。連れて帰ってこられたのを見たら、顔が藁だらけなんです。首から下は綺麗だったので、先生が藁を首の形に丸くして何にも見えないように包帯で隠したんです。お父さんが出生中の一人っ子さんで、お母さんが泣き叫んで大変だったそうです。今思えば何か予感というようなものがあったような気もします。ご飯を食べてる時、その人だけ違ったもんぺを着ていたんです。胸当てのついた少し洒落た感じのものでした。あなた洒落てるねと言ったら、お母さんに作ってもらったからと言ってみんなに見せたりしていて、もうその人の時間という感じだったんです。そうしたら亡くなってしまったんです。走りに走って、やっと私の家の防空壕にたどり着きました。入っていくと、どこから来たのか大勢の見知らぬ人たちがいっぱい座っていたのには驚きました。でも防空壕の中にいつも置いている私の家の非常用のリュックサックはそのままあったので、ほっとしました。中から傷薬を出して妹の背中に流しかけ、ガーゼで押さえて上半身に包帯を巻きました。そして黙って泣かずに我慢している妹をじっと抱きしめました。子供の私には、妹にこれ以上何にもしてやることができないことが辛くて辛くてなりませんでした。時間が経つにつれて、防空壕の中は避難場所を求めてくる人たちでいっぱいになり、皮膚が焼けた匂い、血の匂い、そして絶え間なくうめき叫び苦しむ声があふれました。
工場で仕事中に被爆し全身やけどをした女学生は夕暮れまで親を探してやっとこの防空壕に退避していた母親に会えたというのに、そのあまりにも悲惨な姿に母親でさえも声を聞くまで我が子とわからないほどでした。やけどの痛みで苦しみ続けているのに薬がなく、夜になっても明かりのない防空壕の中で、お母さん、お母さん、お母さんという弱々しい声でずっと叫び続けていましたが、ふっと声がやみました。お母さんの泣く声が防空壕の中に静かに流れました。バレテ峠で戦っていた部隊もアメリカ軍にやられてもはや末期症状でした。結局我々の中隊は隔離されて、怪我人や病人などは全員ビヨンの谷へ収容されました。優位に立っていたアメリカ軍は負傷者には一切手をつけませんでした。一番困ったのは塩分不足でした。他に方法がないので全然しょっぱくないなんて言いながら、みんな毎日自分の尿を飲みました。しかしこのままでは栄養失調で全滅してしまうということで、塩を作る生塩隊が結成されました。生塩隊はシエラマドレ山脈を越えた380キロ先の島の東海岸にあるマデラという村で塩を作りました。2月だったか、練習航空隊を中止するという企画が出て、台南航空隊へ行って誘導機をもらってこいと言われました。誘導機というのは2枚羽の96式艦上爆撃機です。昔のシナ事変の時に使っていた飛行機です。よく考えてみたら私は乗ったことがないんです。でも乗っておりませんとは言えないんです。2枚羽の飛行機ならどうにかなると思い、96艦爆に乗ったことがある教員に離着陸のスピードなどを聞いておかないと大変なことになるので、それを聞いておいて台南航空隊で何回か乗りました。この飛行機は乗りやすいなと思いました。一緒に帰ってきた注意の分隊士に変なことは聞けないので、俺の言う通り操縦していけとそう言われました。台中まで飛んでもう沖縄は通れない、沖縄を通ったら全滅してしまう、だから船で通ると言われました。ある時上官からジャングルを抜けるために各自10日分の食料を自分で調達してこいという命令を受けました。私は仲間と3人で探しに行きました。ちょうど見つけた部落にはサトウキビ畑が広がっていて、ああこれは儲けもんだと思って3人で入っていくと、途端にフィリピンのゲリラに襲撃されました。匍匐で必死に逃げましたが足が立たないんです。ちょうど窪地があったのでそこへ逃げ込んで足を見てみると、足は完全に打ち抜かれていて、末期キャハンが血だらけになっていました。攻撃を受けて夢中になっているので立てないのは分かっていても、どこを負傷したのか分からないのです。右足は骨を2ミリ、左足は表の骨をかすめる形で弾を受けていました。無事だった他の2人が迎えに来てくれて、なんとか中隊まで送ってくれました。この時の傷のせいで私の足はとても不自由です。5月に特攻隊に行けという命令が出て、峰山航空隊に転勤になりました。その飛行場には予備学生や大学での人たちがだいぶいました。その人たちは赤トンボという飛行機で訓練を受けてました。海軍は夜間飛行をしなければならないので、私たちより下のまだ夜間飛行をしたことのない練習生の時は本当に気を使ってました。もちろん飛行場の中には夜間飛行の施設があります。カンテラを30メートルか40メートルくらい滑走路につけて離着陸飛行をしてました。慣れてないものは夜飛ぶのは難しいです。私たちは何回も飛んだことがあるから大丈夫だったんですが、やはり練習の足りない生徒が事故を起こしました。飛んでる最中に電線に引っ掛けて落ちてあちこち骨折して亡くなった人がいます。あるいは山にぶつけたり、そういうことで3名か4名重傷しました。いつも一緒に遊んでいたサズちゃんは学徒動員で、その日の朝出て行ったまま帰ってきませんでした。サズちゃんを探しに行った父親は作業中の姿のまま、みんなずらーっと並んで骨になっているので我が子がどれか見分けられなかったと声を落とした話されました。静養しておけと言われて、私もビヨンの谷へ送られました。
着くと100人ぐらいが寝かされていました。その一番東側の木の下で、右足の皮を剥いでもらって、足を縛り、つった状態で寝ていました。はじめのうちは良かったものの、どんどん、どんどん、どんどんとハエが来るんです。それはもう、ものすごいハエなんです。そして蛆が湧きました。最初は木の枝ですくったりして、なんとか取って捨てていましたが、だんだん大きくなるのを見ていたら、捨てるのがもったいなくなってしまったんです。これは食べた方がいいと思って、毒になるか薬になるかは別として、その蛆は全部食べました。急に家族全員が体調を崩して、地面に横たわり、腕さえも動かせない倦怠感と発熱、吐き気、血便に苦しみました。それが何とも表現しようもないほどの倦怠感でした。家がなくなっているので、地面の上、芋畑とかかぼちゃ畑とかの上に一回ゴロンと寝たら、もうそのままで家族全員寝転んだままでした。トイレもないですから、はって行って、見えないところで済ませたら元に戻りました。水は山の中をちょろちょろ流れているものを、大人がバケツで片手に持てるぐらい汲んで持って帰ってきて飲ませてくれました。もう重いものが持てず、立ち上がって何かをすることもできないんです。だから家の中も片付けることはできませんでした。その後、父が気違いのようになって、凛子はいませんか？凛子はいませんか？と言って走ってきたんです。あまり物も言わなかった父ですが、やはり心配だったんだと思います。その時は抱き合って喜びました。近くには大きな郵便局がありましたが、そこの局長さんは小さな島の支店から転勤されてきた方で、それはもう大変な出世だったんです。朝早くに父の工場へ挨拶へ来られて、こちらに来ましたのでよろしくお願いしますとおっしゃられていたんです。40歳くらいの方で、とても生き生きとされて転勤を喜んでおられました。その人も郵便局でたった一人亡くなられたんです。不思議なものです。転勤がなかったら亡くなることもなかったのかもしれません。渋滞がシエラマドレ山脈に入ることになり、迎えが来ました。私はその時、渋滞と一緒に一日は行軍できても、それ以上は持たないだろうと思いました。シエラマドレ山脈の中で白骨になって、この地に永遠に骨をうずめるんだという覚悟を決めていました。なんとか一日は木の枝で作った松葉杖で中隊へついていきました。ところが翌日は出発して2時間近く歩いたら、東西に広がるバラの林にぶつかったんです。高さが13メートル近くある林でした。トゲもたくさんあり、這ってくぐって向こう側へ出るなんてことはできませんでしたから、探検で叩いたりして足止めを食ったんです。そうしてそこを抜けるのになんと2日とちょっとかかったんです。あのバラ林があったから自分はこうして生きているんだと思います。あれがなければ私はあそこで必ず死んでいたと思います。一度昼間に空襲があって大きな防空壕に入っていました。あたりでボン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 と爆弾が落ちる音がすると、その時だけはあまり信仰心のない私でも、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、落ちないように、落ちないようにと思っていました。長崎から脱出するときは、駅まで親子でとぼとぼ歩いて行って、そこから福岡まで列車に乗りました。長崎から福岡の直方までたどり着くのに3日間かかりました。母の実家に戻ったとき、私たちを見たおばさんは、幽霊のようにして一家が玄関に立っていたと言っていました。私たちがあまりにも力なかったので、きっともう死んでしまったと思ったのでしょう。もう少し遠くへ疎開しようと20キロ以上離れたところへ逃げました。山の中に疎開したんです。するとそこまで空襲にあってどうなるのだろうと思っているうちに、沖縄の姫百合学徒隊が亡くなった、沖縄は全滅したと聞いたんです。そこからさらに疎開しろという通知が来て、さらに山奥へと行きましたが、そこでもここは危ないからと言われました。しかし、もう行くすべがないんです。その時は
もういいよ、ここでみんな死んだら死んだでいいね、と言っていました。バラの林に足止めされて、食料は底をつきました。とにかく食料が全部なくなったんです。それでセミやカエル、ヒル、コノハなどを食べました。人を食ったというのも私は見ました。雨具をかけてわからないようにしていました。一緒にいた仲間が、何を食べているのと聞くと、カラバオだと答えました。あんな山の中に水牛なんているわけないんです。着物と交換でお米をもらいました。2升くらいあったと思います。それを女中さんと一緒に持って帰っていると、だんだんと軽くなってきたんです。ひょっと見たら袋に穴が開いていて、そこからずっと貴重なお米が漏れているんです。その時は悲しくてたまりませんでした。さつまいもやあわなども配給がありましたが、家畜の餌のふすまという大豆の搾りかすをもらった時が一番嫌でした。それとお米を半分半分に入れて炊くんですが、美味しくなかったです。団子汁の時は万歳でした。食べ物一つにしてもそういうことがありました。私が台湾から帰ってきた時、台湾は砂糖がたくさんあったので、持って帰ってきたから取りに来いと言って電報を打ちました。姉と祖父が二人で来ました。姉は洋服は着てなくて着物でした。洋服はあまり着ることがなく、着物が普通だと言っていました。特攻隊に入っているのは知ってたんじゃないかと思います。飛行機に乗っていたので生きて帰ってくることはないと思っていたんだと思います。山奥の疎開先の表札を見ると、吉岡と書いてありました。出征されたと聞いたんですが、聞き覚えのある名前だと思ったんです。すると、私が経理の仕事をしていた時に、お給料を出していたうちの一人だということが分かったんです。お父さんが一人残っていて、私たちに家を貸してくれたんです。誘導機を取ってこいという命令が出たのですが、沖縄は飛行機が通れないと言われました。そうすると内地に飛行機を持って帰れないんです。これはやられると思いました。戦死者がだんだん多くなってきた頃です。台南に飛行機をもらいに行っても飛行機がないし、これは戦争に負けると思いました。私が内地に帰って特攻編成した部隊に行っても燃料がない。焼魂油しかないんです。焼魂油は力もないし、かかりも悪い。私も天の橋立の上で、若手を前に乗せて突っ込む練習をしていたら、エンジンがプルンプルンと止まり出して、操縦桿から手を離せと言って、私は後ろから燃料をどんどん注いで、それでやっとかかりました。これで助かったと思いました。だいぶ高度の低いところでエンジンがかかり、かろうじて帰ることができたということが一回ありました。疎開先で空襲に遭ったとき、逃げて大きな川を渡ったんです。橋を渡り切った横に防空壕があって、そこへ入りました。ダダダという機銃掃射が過ぎ去って、外へ出てみたら、防空壕の入り口は壊れていました。もうちょっと遅れていたら、私たちは弾に当たっていたんだな、という怖い時がありました。とにかくここで死ぬんだな、とそう思いました。何一つ施設もない、こんな田舎にまでアメリカ軍が空爆に来るようでは、やはり日本はダメかなと思いました。勝つという気持ちはもうなくなっていました。どこまで疎開しても焼夷弾が落ちてきたんです。沖縄が全滅して、今度はいよいよ鹿児島から上陸して、ここまで攻めてくるだろうなという気持ちはありました。シエラマドレ山脈に入ってからはよく死人が出ました。大抵ちょっと休むと言うんです。休むということは結局死ぬことを意味していました。そう言って後を追って帰ってきた人は一人もいませんでした。ちょっと休むと言って立ち止まった人は全員亡くなっています。長崎で原爆を受けた人たちは目や鼻から血が出るとかすぐ死んでしまうとかそういった話を同級生がしていました。だから私もそうだということを自分の口からはやはり言えませんでした。運という言葉は嫌ですが、もしかしたら運が良かったものだけがこうやって生き延びたかもしれません。
ほとんどの人が亡くなりました。うちの隣組で何人生き残ったのかよくわかりません。国からは何一つごめんなさいという言葉も受けたことがありません。富山県出身の池上上等兵が山脈の下への偵察から帰ってきて、兵隊の靴跡がたくさんあると報告しました。中隊でそこへ移動してみると、かなりの数の靴跡が残されていて、私たちはそれをたどることになりました。たどっていくと、毎日毎日両側に4体から5体の死体が腫れ上がって横たわっていました。そうして道をたどっていって、マデラに着きました。終戦の時はラジオで天皇陛下のお声を聞きました。しかし皇室の言葉遣いがあまりにも立派で理解できなかったんです。日本は勝つと信じていたので、これは何かの間違いだ、嘘じゃないかという気持ちでいっぱいでした。父が来て、戦争が終わったんだよと言われ、初めて理解できました。8月14日、不思議なことに飛行機の音も大砲の音も全然聞こえないんです。おかしいなぁと思っていました。するとアメリカ軍の飛行機が飛んできて、ビラを何万枚も撒いていったんです。ビラには、天皇陛下の命令によって戦争は終わった。ジョネスで武装解除を受けろ、と書かれていました。しかし、誰もそれを全然信じていませんでした。他人の先生が涙を流して独裁の話をなさいましたが、うん、そうなのか、という受け止め方しかできませんでした。勝つと思っていたんです。原爆が落ちてもまだ勝つと思っていたんです。ラジオや新聞などもなく、戦争に負けたというのは父親が風評で聞いてきて知りました。日本は戦争に負けたそうなと。その日の夕方に私たちに教えてくれました。嘘か本当かびっくりしました。そうか、日本は戦争に負けたのかと、全く信じがたいことでした。終戦の8月15日、日本軍のトンボのような飛行機が2機飛んできました。将校が3人ほど乗っており、低空で上空を回りながら、天皇陛下の命令で本当に戦争は終わった。上官に従って早くジョネスに移動して武装解除を受けろ、と窓を開けて拡声器で呼びかけました。そこで初めて、ああ、日本は負けたのか、と思いました。あのまま戦争が続いていたら特攻隊に編成されてましたので、突っ込んで今頃いないと思います。どうせ特攻隊に入って死ななければならないと思っていたし、特攻で亡くなった友達が多かったので死というものをあまり気にしていなかったです。しかし終戦になったのを聞いた時、俺は死なないでよかったんだなと思いました。8月の15日に特攻で突っ込んだ同級生がいました。親はたまらないだろうと思いました。友達は20歳か21歳の人がほとんどでした。それより上もいるかもしれません。そう多くはなかったです。父は軍需工場を持っていて、そこで飛行機を作ったりと国に協力的でした。おかげで周りからは好意を持たれていました。しかし敗戦してからは惨めでした。途端に銀行が今まで何も言わなくても貸してくれていたお金を取り立てに来るようになったんです。それまで天に昇っていたのが地に落ちたという感じでした。敗戦してしまったから仕方がないんですが、どこのうちもみんな戦争のせいで目の色が変わってしまっていたんだと思います。予科練に行く時とか、大東亜戦争が始まってから一生懸命手をたたいて喜んでた国です。それから苦しい目に遭ったわけです。陸軍の兵隊さんとかはたまらなかったんじゃないかといつも思います。南方のガダルカナルとかです。ああいうところで大変だったんじゃないかと思います。私は4人は殺しました。フィリピンのゲリラでした。上官が夜に家々を回って、年齢的に見てゲリラとおぼしき人間を連れてきて、ある場所に集めたんです。そして切りつけて撃つんです。全部で5、60人は捕まえました。殺すと言っても我々は分からなかったので、
銃剣で顔を何度か横に切りつけたりしていました。すると見ていた上官に、バカ野郎、遠ざけんな、まっすぐ向いてまっすぐつけと言われました。それで私はかわいそうに頭を刺して4人を殺したんです。戦争はもう二度としたくないです。孫やひ孫にお国のために行っておいでとか、お国のために死んでおいでとか、そのようなことは言いたくないです。暗い夜になって電球の傘から黒い切れを垂らして、少ししか明るくない中でご飯を食べる、そんな体験ももう全くしたくないです。少しでも光が外に漏れようものなら、家を叩かれて光が漏れてると言われました。それはもう凄まじかったです。